初めて食べる美味しい味ですよね。あ、豆乳とドーパミンが出ますね、初めて食べる。やめられなかった。本格的な、本格的、本格的な食べられる。遅くないですか。遅いですよ。しかも自分で呼んどいてね。家近くの近いですよ、もう。あ、すみません、すみません、ごめんごめん。ちょっと何やってんですか。いや、帰ろうと思いました。ごめん、ちょっと今日間に合うように出たんだけどさ、はい、音楽聴きながら来てたらさ、うん、俺の好きな仮面ライダー V3 の歌が流れて、うん、なんか歌いたくなっちゃったから一回止まって歌ってから来たら遅れちゃった。音楽聴きながら来てたらさ、うん、好きな仮面ライダー V3 の歌が流れて歌いたくなっちゃったから一回止まって歌ってから来たら遅れちゃった。まあ、しょうがないよね、それは。気持ち分かるってことでしょ。分かる分かる分かる、絶対いい、うん、じゃあ許す、うん、じゃあ頑張っていきましょう、はい、じゃあ、というわけで今日は、中延でございますね、中延、浅草線中延駅、天津というね、担々麺が有名な店の店主です。担々麺、はい、担々麺、はい、数年前にちょっと自分の中で担々麺ブームをしてまして、うんうん、まあなんかいろいろ食べてた中で、はい、まあ、これが美味しいんじゃないっていうふうに、うん、そんなに僕もそんな造形が深いわけじゃないんですけども、うん、多分食べたことない新しい美味しい味、まあ、いわゆる俺たちが考える担々麺よりもちょっとパンチが強い、はい、なんか楽しみ、本格的なものですね、うん、楽しみです、はい、これはただの食事じゃない、研修だ。行きましょうか、行きましょう、パスロが取れたから嬉しいです。あ、パスロが関係するんとかな、やっぱりっていうことは。やっぱね、やっぱ店主、店の側も、これ最初に来た。はいはい、並びで来てる。それはちゃんと、より腕に、ね、よりをさらに提供しようっていう。うん、確かにそうですね。初めて来るお客さんにやっぱり親切にしたいと思う。店やっても最初のお客さんを楽しませないと。そうそうそう。勉強になった。勝手に思ってるだけですけどね。でも、きっとそうだと思う。きっとそうですよね。きっとそうだと思う。担々麺一択ってことですか。もう僕は担々麺をおすすめしておきますが、うん、まあ、麻婆豆腐系なので、麻婆豆腐なんかもかなり美味しい。ちょっとわかんないけど、前日はライスか、アニー豆腐が選べる。はい、だった、はい、女性はよくアニー豆腐を選んだり。ライス、これ変色仕様に入れたら、はい、ライス入れてます。ただ、ライスの担々麺のスープも、まあね、まあ、ちょっと、まあ、とにかく練習ここに集中しましょう。ここに集中しましょう、はい、まずで、次は次で集中しましょう、はい、頑張ります。あー、いいわこれ、おいしい、おいしいな、ここに住みたい、迷っててよかった。これは悲しいな、ティッケー。びっくり、感動しちゃった。健康になったね。すごいね。健康になった。ラーメンと麺類、こういうものを食べて健康になれる体感がある。いやいや、半端なかった。半端なかった。パンチあってて。あー、すっげーよかった。俺、マジ住みたいわ。住みたい。住みたいぐらい。俺、ちょっとここチャリで僕になっちゃう。研修お疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃくちゃ美味しかったです、ね、どうでした。めちゃめちゃ最高でしたね。美味しかった。いや、なんかやっぱちょっとこう尖った味なので、まあ、好き嫌いはあるのかなと思ってたんですけど。いや、ないでしょ。僕その尖りはなかったです。あ、本当ですか、はい、逆にマイルでも、うん、ガンガンいける、うん、あ、でも担々麺特有のみんなが召すすっげえ辛いみたいなのってまたちょっと違う、はいはいはい、そうですね。だから初めて食べる美味しい味ですよね。あ、豆乳ですよね。マイルドさ、ちょっとドーパミンが出ますね、うん、初めて食べる、はい、なんかね、薬膳みたいだなと思って、うん、なんかスパイス12種のすごい感じですね、うん、12種のスパイス漢方とかね、うん、なんか食べた後汗が止まんないですから、うん、確かにね、うん、なんか、まあ、とにかく漢方というかその健康に良さそうじゃないですか。確かに、うん、事実いいんでしょうけど良、ね、かったんですよ。うん、良かったですよ。良かったの、もう新陳代謝が上がってるってことだし、うん、まあ、なかなかね、ラーメンとか担々麺、まあ、一般的にその健康にいいと思われないがちじゃないですか。うん、それをちょっといい意味で覆すというか、そうですよね、そういうところがあると思うんですけどね、うん、
俺汁缶ってしないんですよ。汁飲まない。汁缶ね。あの全部スープを飲み干すこと。まくりまくりですね。まくり、はい、まくらないですよ。まくりっていうのまくりますね。覚えてる。けど今日はね全部飲んじゃった。いやこれまくりましたね。まくった、はい。みんな普段まくらない男たちがまくる男になる。まくっちゃいます。いやだからあの汁は僕もそんなにやっぱその研修生としてまだ未熟なんでいろんなこう。味を知らないですけど、あそこのスープは、まあ、俺が知ってる中でもこう液体としてすごく上位の美味しい液体だなって、うんうん、そうだね、うん、担々麺ってやっぱ美味しいじゃないですか、うん、で担々麺ってやっぱ味強いじゃないですか、うん、でスープを全部飲めないイメージがあったんですけど、うん、強くても飲んじゃう、飲んじゃうんですけど今日飲みざるを得なかったよね、うん、今日飲みざるを得なかった勝手にね、うん、やめられなかった、うん、やめられない止まんないの現象が起きてる、うん、本当に最高でした、うん、なんか他であんまなくないですか、初めて俺も初めてカレー食べたですよね、うん、なんか担々麺の僕のイメージやっぱラーメン屋さんのメニューのなんかちょっと端っこの方にたまにあって、ね、でなんかそこまで主役になってるところがないですね、ないなと思って味噌ラーメン屋とかでよく担々麺とか、うんうん、僕で頼まなくて、うん、なんかちょっと片手間感があったりとか、うん、他に看板メニューがあっての担々麺っていうのが多い中で、はいはいはい、あそこはもうなんか名物、ね、名物として押されてるからやっぱ、うん、そう名物を知ってるところにはやっぱ秘密があるというか、うん、それだけの理由があるなっていうのを秘密がある学びましたね。その秘密は何でしたかね。いやその秘密はやっぱりそのうまいものはちゃんと宣伝してるよねっていうのは当たり前のことなんですけど、今日まあこう何人かでこう撮影来てですね、うんうん、あのまあ、担々麺がうまいよって言ったのにもかかわらず、うん、はい、麻婆麺を頼んだスタッフがいるんですけど、え、僕も悩みました俺も言ってるし、はい、お店でも押されてるから、はい、やっぱりこうそれを行くのがいいんじゃないか、まあ、先達の言ってることは聞いた方がいい、はいはいはい、我々もそうですけどビジネス的にもこれ重要なことだし、押してるからね。そうですね、押してるってやっぱ自信があるってことなんで、うん、それ相応の実力が、そうそう、ありましたね、本当に実力ありましたよね。実力が高かったと思います。麻婆麺はスタッフがいただきました。程よくまろやかな辛さと口の中でとろける豆腐、サイドで頼んだご飯との相性も抜群で、担々麺にも引けを取らない名品でした。木村さん、店の雰囲気とかどうでした？めちゃくちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗だし、いわゆるこうなんつうの、一応中華レストランですよね、あそこ。そうですね、はね、ちょっとバスエ感は薄いんですよ。薄い。だから本格中華のリーズナブルバージョン、4000円でコース食えるみたいな。そうだから、うん、多分ホテルとかなんかいい、うんうんうん、ちゃんとした中華レストランで、うんうん、修行した人がやってる店で、独立してやってる店で、でそれがそのね、割と庶民的なところに届いてっていう、しかもあんなリーズのあんな、なんて本格的な、本格的な、本格的、本格的な食べられるっていうのは、うん、なかなかないですよね。地元に愛されてる感ありましたよね。めちゃくちゃお客さんがバーッと入ってきて、うんうん、でおばあちゃんとね話したりとか、うん、あの運んでくるときはカートみたいな、 あれ、あれ絶対こぼさないっていう、うん、お前のストリートテクニックとして、はい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 、ストリートカートテクニックとしてあれもいいと思うんですよね。優しかったですよね、みんな優しかった、優しかったですね。あの、あんだけのねクオリティ出してて、しかも丁寧だし、うん、ちょ早かった、あ、早いですね、影響もあったよね、なんかね、早く料理が出てくる、嬉しいですよ、うん、やっぱ手際がいいっていうのもやっぱあるから美味しかったりしますね、はい、早く提供、写真撮って綺麗、あ、うん、綺麗、映えがいい、味は最高ですけど、うん、見た目がいいですね、映えも素晴らしくて、うん、半端ない素材が入ってるわけじゃん、中に、うん、12種類のスパイスみたいな、だ手間も半端ないわけでしょ。そうですよね、うん、すごかったな、うますぎた。中野部、住みたいですよね、住みたい、もう住みたい。もう俺もちょっと今回の学びというか、うん、はね、中野だから、うん、はい、中しかやってないじゃないですか、はい、中野までやってますよ、一応一文字出したら中野ブースそうですね、中意外と近い、意外と近いけど、まあ距離的にはね、距離的には遠いし、絶対に来ないじゃないですか、まあ理由がなきゃ、きっかけが来ないし、きっかけないと来ないし、自分一人だと、うん、自分のなんて好きなとこ行っちゃうし、選ばないですよね、そう、偏るじゃないですか、うん、なんかね、人様のね、うまいってところに行くって超いいですね、あ、下手したらさ、ここを知らないでさ、死んだわけでしょうんうんうん、まあね、うん、このチャンネルが なくてこういう企画がなければ、れば、まあ、あの味は知らずに、うん、すごい得をした気分です、ね、うん、得をした、逆に自分の無知さというか、本当に何も俺知らないなって思いながら食べちゃった、はい、あ、ちょっと勉強になる、ね、勉強になるってこの世界観みたいな、うんうん、自分の意見
だけじゃなくてですね、やっぱり人の話をやっぱ傾聴するってことが、傾聴する、傾聴してで行ってみるってことです。勧められたものに行くっていうのは、うん、今回俺は勉強になりましたね。あと勧められてるメニューを頼む、勧められてるメニュー大事かなっていうのは担々麺って分かったのに白い服で来ないっていうことですね。ちょっと飛ばしちゃってる、ね、飛ばしちゃってますよね。まあまあ学びありましたね、結構すごく成長できました。ありがとうございます。ありがとうございます。あの最初に言ったように担々麺、担々麺食べました、はい、ちょっと僕悩んだんですけど、うん、担々麺、うん、一択という、うん、兄貴の話を聞いて担々麺しました。いやそうでしょ、人の話を聞いてるもんだと思ったでしょ担々麺はあのランチタイムだと半ライスか、杏仁豆腐を選べるんですけど、うんうんうん、僕はちょっと半ライス、ボリューム重視で半ライスをしたんですけど、はい、半ライス、半ライス、半ライスですね。そこはねちょっと難しいところで、杏仁豆腐もちょっとこう侮れない、はい、そうだ、俺も一口食わしてもらったけど、うん、びっくりすぐうまかった。うまいんですよね、異常だよね。担々麺で米を頼まない理由が僕はないんですけど、それはでも、うん、あの一口食べた時にありだなっていう、うん、ありだな、ね、あのココナッツですよね、あれココナッツ、うん、すごかったな。あれはデザートにするか、さらにこう主食を求めるかっていうのでこう人のセンスが分かれてくるどっちも欲しくなってしまう、どっちもいいよね。あれはご飯をつけた上で杏仁持ってなっちゃうところがまた商売が上手なのかなどっちも欲しがるっていう、ね、だどっちもいいもんね。どっちもいいので、あとなんかその色、彩り、ね、うん、ネギが美しい、美しいよね。エメラルドグリーンに、うん、赤とエメラルドグリーン、ね、エメラルドグリーン綺麗なね、うん、デザインの参考になりますな、部分として。なるほど、あの色でいいんだって、あの、うん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 、あとその珍しい点としては BGM じゃないですか。ジャズですね、ですねジャジーな、うん、しかも結構メローなね。そうですね、うん、ちょっとあんまこうビートとか聞いてないタイプのこうゆったりした、うん、オーセンティックなジャズす、ね、すごいオーセンティックだったですね、うん、深夜っぽいような、深夜っぽい、深夜っぽい、ちょっとウイスキー飲みたくなるような雰囲気の音でしたもんね、うん、でしたね。でもさ、担々麺のさ集中にさ、うん、邪魔しないじゃん。あ、確かに確かに、あの、うん、余計な歌詞とか入ってこないですね、ね、うん、中華屋、そうだ、なんかテレビのイメージがあるんですよ、ね、あ、確かに、ね、確かに、そこがちょっとこう意識がね、少し高い、行っちゃいますよ、そうそう、意識がそっちに行っちゃうし、うんうんうん、歌詞とかがあると結構意識が、あ、歌詞、そうですね、聞いちゃうけど、インストがやっぱ一番合うんじゃないかと思います、うん、俺結構集中しすぎて一切味変とかしなかったんですよ。気がついて全部食べちゃって、米食べるの忘れてましたよね。もうラーメン集中しすぎて忘れて、ほらべ、米が余っちゃったみたいな。ところがどこまたそのスープでね、ご飯のあの組み合わせも良かった。あの下に詰まってるひき肉、ひき肉のあね、旨味がすごかったな。たんぱらい肉味噌っていうんですかね、肉味噌ね、あれがねちょっとこう他にはないと思う。多分あれ結構こだわってるんじゃないですかね。あ、そいや相当だよ、全部だよ、あんなこだわりないですよちなみに確か今でもやってるか分かんないけど、冷凍でね、あの担々麺のやつ買って持って帰って、そうなの、まあ、あの家でも作れるっていう。店内に貼ってなかったから今やってるか分かんなかったですけど、ああそうなの、テイクアウトメニューあったの。もしあれだったらもう一回見に、そうですね、うん、ご家族やお友達にもぜひ、うん、自宅で楽しみ、味をあそこの近くに住んでる、いや素晴らしい、いやずるい、幸せだなって今、うん、改めてこうね、お二人がそうやってこうね言ってくださるんで、我が身の幸せを、ね、感じていると思います。自信出ますよね、自分の。そうですね、なんか美味しいと思ってるものに、うん、共有、共感してもらえると、やっぱこう、うん、自分のね研修者としての自信にもつながっていくというか、そうですね、今までねこうお二人のおすすめのところに行った、今日初めてこう自分の紹介する研修先ということで、ね、喜んでいただけて嬉しいもんですね、これね。皆さんもお友達を誘って研修いかがですか、うん、これはやった方がいいですよね あと我々に研修に行ってほしいお店の情報とか募集してますね、うん、研修、ね、情報もっと欲しいですよね。実はこのお店のこのメニューがもう研修、うん、我々の成長に皆さん、うん、自己実現のため に, のためにお手を貸していただけると非常に助かります。はい、実はですね、チャンネル登録って実は無料なんです、うん、なん本当ですか。え、更新されるとこう通知が来るやつでしょ。チャンネル通知が来る、無料なんですか。無料なの。はい、あれ無料なんで、いい時代だね。グッドボタンもコメントもなんかかかるんじゃないですか、うん、かからない、一切かかんない、一切かからない、無料です、うん、皆さんちょっと研修情報とか、うん、感想も、感想そうですね、はい、はい、頂戴できればありがたいです。ありがたいと思います。じゃあ次の研修行きましょうか。行きましょうか。狭かった、椅子が俺椅子が狭かった